こちらは水中映像、ルアーにチェイスする伊藤の姿を捉えました。伊藤のメッカとして知られる北海道朱鞠内湖、毎年5月に解禁し多くの釣り人が訪れます。今回は解禁から少し経った6月の釣り。マイボートで湖に浮かぶとパワフルで美しいトラウトたちに出会えます。本命はもちろん伊藤。6月、晩春の朱鞠内湖で伊藤に挑みます。フィッシング TV 北海道、お付き合いください。朱鞠内湖に到着したらまず管理棟に向かいます。自動販売機で遊漁券を購入します。持ち込みボートやカヌーで楽しむ場合は沖釣り届を記入、注意事項をチェックします。またシングルフックバーブレスのレギュレーションをしっかり守って釣りを楽しみます。早朝4時、最初のポイントに向かいます。ルアーは 17g のスプーン。岸と平行にキャストします。アクションを加えながらリトリーブすると、よし来た、よし、よし、何だろう、よし、よし、お、おお、ちょっとネットか。おお、いい桜ですね。おお、姿を見せたのは桜マス。この美しさに魅了されます。おお、グッドな桜マスです。よし、ありがとう。おお、ありがとう。次はトローリングをしながら少し移動。ポイントに着いたのでルアーを回収し始めたその時、桜ですね、また。
めっちゃ面白い。ほい。おー、ありがとう。ポイントを移動。伊藤の隠れ家になりそうなブッシュ周りを攻めることに。風が吹き始めたため伊藤の警戒心が低くなるのではと期待していると、ルアー回収直前、大きな口を開けた伊藤が追ってきました。さらに画面左で、伊藤のジャンプです。しかし一筋縄ではいかない伊藤。移動を兼ねて島の周りや岬の先端をトローリングしてみることに。すると釣れます。おお、なんとアメマスちゃんでした。姿を見せたのはアメマス。おお、いいアメマス。はい、ありがとう。ああ、続けてトローリングをしているとついに本命を捉えます。体当たりしてきたのは伊藤です。それもなかなかのサイズ。しかしルアーに食いつくことなく姿を消しました。次回、本流河川に潜むネイティブたち。美しさと力強さ、そしてスリルに満ちています。初夏の本流河川でトラウトフィッシング、ぜひご覧ください。なんで？あれ、いいね。ということで、ご覧いただきありがとうございました。これからもいろんなトラウト、いろんな釣りに挑戦していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。